このエレクトリックバイオリンにたくさんエフェクターをつなげてドラムスのような音を出したり、ベースみたいな音を出したり、ちょっと変わった曲をお送りします。エレクトリックバイオリン、まだまだねすごい可能性がある分野だと思うので、皆さんもいろいろ試してみてください。エフェクターというねおもちゃもいっぱいあります。何がいい悪いって全くないので、本当に感性を自由にして何でもやってみてください。素晴らしい楽器です。